5番の五感新一がその外目、前は9番の青森深夜で、この後の流れは果たしてどうでしょうか。4番手に7番の五十嵐力、山口智弘が6番手内側でまだ下げない格好か。ようやく下げて8番手五感新一が6番手、まだスローペースと流れ、ゆっくりゆっくり踏み込んでいく9番の青森、あるいはこのまま青森が先行か。8番手8番の山口智弘踏み込んで最終周回です。青森深夜が主導権です。黒木が番手、8番手から踏み込んでいきます。8番の山口智弘ですが、ちょっとこれは外へ浮き加減。2コーナー4番手からは7番の五十嵐力がまくっていく。マークは2番の内藤秀久、乗っているのは5番の五感新一です。3コーナーカーブ、番手から応戦するか。4番の黒木誠一、4番黒木が番手から発進です。その後ろ突っ込んでくるか。1番の中村潤がコースを探して突っ込んでくる直線コース。番手から出た4番の黒木、内から1番中村潤、中村差し込んだ。ローラーで、うん、ローラーで、よっしゃ、すいません、じゃあ回ってきます。そもらしてきたよ。すいません、センターぐらいからずっと今日見えた。作戦は、あの子がもっとうまく、さっと下げてれば、多分切ったと思うんですよ、岡田さんも。ここがかけたままだったから、で、青森、日柄しのラインになっちゃったから、来ないのに先に切るの切りづらいじゃないですか、あの子が引き切ってたら切ったと思うんですよ。そうだね、待ってる。はい、それで2者出させて、3番。はい、で、思いのほかの人が、あの子がうちずっと。はい、引くんだか引かないんだかって感じだったから、まあ、あなたの